そもそも鉄道原型同好会っていう部活だと聞いてますが、どんな部活なんでしょうか。簡潔にお答えください。はい、片沢半蔵君。鉄拳というのは、私も所属していますが、鉄道を愛し鉄道に愛された人はもちろん、旅行が好きな方、模型が好きな方、そういういろいろな人がですね所属している、部活であります。その件についてはですね、僕はあまり把握してないんですよね。僕も鉄拳の部員なんですけどね。鉄拳では年に3回合宿のような形で旅行に行きます。その旅行は部員たち自ら予定を決めているため、日本各地の鉄道や文化、人々に触れるとても良い機会となっている次第であります。